どうだアルスラーン殿、俺の自慢の兵たちは。あの男、本当に信用していいものか。なあ、悪人だろうと問題はない。どうせ奴が王位についたとか、国内を掌握するには時間がかかる。その間に皇子の憂いなく王都を取り戻せると思えば、多少利用されてやるのも悪くはない。バルス歴320年冬、シンドラ国第二王子ラジェンドラの軍を打ち破ったアルスラーンは彼と同盟を結んだ。そしてラジェンドラと王位を争う兄王子ガーデービーを討つため、国境を越えた遠征へと旅立った。申し上げます、ラジェンドラ王子がガーデービー軍に囲まれ苦戦中、至急救援を願うとのこと。なるほど、ラジェンドラ王子は早速我々に戦いを押し付けるおつもりらしい。敵は多勢、正面からぶつかるだけでは勝てない。指揮官を引きずり出し仕留めようとしよう。だがその前に、あのシンドラの王子を助けてやるとする。ラジェンドラ王子、ご無事ですか？おう、無事だ。よく来てくれた。ついでに俺の部下も助けてくれ。苦戦しておる。わかりました、お任せください。さらばだ。助かりました、ありがとうございます。対岸からは矢の雨が。歩兵の多いラジェンドラ軍を相手に良い戦闘。救援感謝いたします。共に戦わせてください。さて、この間だ。俺とやろうってのか。勝利への道を描く。助かりました。さすがアルスラーン殿の軍師、よくぞ俺の部下たちを助けてくれた。私は軍師ではありません、一介の画家です。さて、ラジェンドラ軍の総崩れは避けられたか。パルスの騎兵ならば素早く戸ができる。敵の矢をかいくぐり、ガーデービー軍を叩くぞ。うわ、止められない。逃げろ逃げろ。くそ、パルス軍め、なんて勢いだ。ご覧いただこう。見せつけてくれますか。これぞ芸術。これも続きますぞ。芸術を理解するやつらめ。俺と会ったのが運の月だ。よし、これで敵前線の掃討は完了した。ラジェンドの王子、こちらまで来てもらう。貴様、何をもともとしておる。数を頼んで取り囲み、奴らを蹂躙しろ。指揮官が連れたようだな。あとはダリューンがうまくやってくれるだろう。その間、俺は敵の目をこちらに向けさせておく。ダリューン様、ナルサス様の部隊に連れ、敵の指揮官プラダーラタが姿を現したようです。ナルサスの策通りに進んでいるな。急ぎ迂回路を突破し、プラダーラタの元へ向かおう。敵だ。くそ、読まれていたのか。ナルサス系は全てお見通しじゃな。我らは急いでおるゆえ、突破させてもらうぞ。ナルサスはおとりを務めると言っていたが、本当に大丈夫だろうか。心配ご無用です。できぬことを申し出るような男ではありません。あんた相当な腕前だな。味方にいる限りは楽ができそう。見えた、あれが敵の指揮官か。ナルサスは無事か。よかった。
てここまで。ダリュン逃がしますか。頑張れダリュン。さすがだ。いつもお主は頼りになる。逃がしはせぬ。これでしまいだ。だからやってみせることだ。どうじゃ、これはいらぬか。お主にこそふさわしいと思うのじゃな。パルス兵の強さ、まことに見事。特にダリウン殿の武勇は目を見張るものがある。私には過ぎた進化たちです。いやいや、彼らほどの者が従ってくれるのもアルスラーン殿の器ゆえよ。ペシャワールの守りに残っているキシュワード殿も。ナルサス、やはり俺はあの男を信用できん。むしろ俺は奴がどういう策を巡らしてくるか待ちかねているよ。ジャスワントよ、やってくれるな。はは。最小閣下は私にとって父親も同然でございます。この命に代えても。パルス暦321年、その年明けをアルスラーンはシンドラ国西方の荒野で迎えた。パルス式に新年の儀が行われ、彼は国王の代理として役割を果たした。アルスラーン、アルスラーン、天井に輝く星、神々の寵児よ、御身の血と力によりて国と民とに平安をもたらされんことを。